世界的に電気自動車の開発競争が熾烈化する中、日産自動車が7年ぶりに新型の電気自動車を発表しました。電気自動車ではアメリカや中国が先行していますが、日産の新型車はどんなインパクトを与えるのでしょうか。中継です。はい、発表会場には1000人近い関係者が詰めかけ、熱気にあふれています。こちらが今日発表された新型のリーフです。バッテリーの容量を増やし、航続距離は400キロと現行の 1.4 倍に増やしています。自動で運転や駐車ができる機能も備えたタイプも用意しています。およそ315万円からと量販を目指した価格帯です。まさに世界が本格的な EV の時代が起き出したところ、大いに気合を入れているところでございます。アメリカや中国で厳しい環境規制が来年から始まり、イギリスやフランスは2040年をめどにガソリン車やディーゼル車を全面的に禁止する方針を示すなど、自動車業界はエコカーへの対応を迫られています。トヨタとマツダも先月共同技術開発を発表しています。世界でシェア争いが激化する中、次世代エコカーの地位を確立するにはバッテリーの性能向上が鍵になります。